こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えていつも大体10分ぐらいでお届けしてますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、若い子に出会いましたということでね、ちょっとねお届けしていきます。それは一体サーフィンと何が関係あるんだ。もちろんちゃんと関係あることですので、最後までお聞きいただければと思います。実はですね、江ノ島で合同勉強会をした時の話なんですね。みんなで切磋琢磨する機会ってとても重要なんですよ。貴重なんですね。いつもね、十数人集まって意見交換なんでね、バシバシ飛び交うんですけど、その中でね、とっても若い子がねいたんですね、二人。そのおかげでね、結構いろいろな大変な状態っていう形だったんでね、後半お届けしたいと思います。続きは後半でね、全国の波情報、本日の振り返りからですけども、うねりがね確実に上がりまくってますね。いや、予想通り湘南エリアでね、とってもいい波が、うねりがね届いてくれてます。それ以外ですとね、東北エリアはまだ低気圧のうねりのみ到達なので、サイズは大きめですけど遊べてきましたね。日本海側は低気圧の影響で若干ですがうねりが出てくれた、そんな感じでした。太平洋側で海に入るのは危険になってきましたね。明日の波予想ですけども、さらに台風が本州に近くなるんで、今日波がねいいエリアでもね、明日はクローズがねさらに増えちゃうかなと思います。台風が離れていくね、九州エリアでは風も弱くなって、うねりは残るので楽しめる週末へと続きそうですね。明日はまだ厳しいかもしれないですね。日本海側は明日にもうねり、明日もね、うねりはね、期待ができないんですよね、明日も。日本海側ね。太平洋側は風と雨、とても強まるので、できれば外出は控えるように、今日のうちにね、台風対策、強化をしておきましょう。四国のね、台風情報ですけども、四国の南東の海上まで北上してきていますね。そして今後はね、北東に進んで関東を、千葉をかすめるような進路を取りそうなんですね。なので、ね、本当備えは今日のうちに済ませておくのが賢明ですね。まあ、ちょっとこれ配信してるのがね、いつも遅いんであれなんですけど、ちょっとね、早めに配信しておきます。はじめに話しておきますが、残念ながらね、男の子の話ですからね。女の子じゃないですよ。なのただね、まだ、ね、大学生なので男の子って言ってるんだけどね。でもね、好きなことを仕事にできている。しかもね、自分よりね、何倍も稼いでらっしゃるんでね。それにはちゃんと理由があったんですね。もちろん、この場の意見交換の場なので、上下関係なくね、いろいろな話が展開されるんですよ。昨日のね、合宿の話ではないんですけど、同じ目標を持った仲間がいるってね、マジ心強いですよ、本当に。しかもその子たちね、しっかりしてるんですよ。すべてに気を使う。やるときはやる。でも、意見ははっきり言う。ね。実際まだね、仕事のスキルも経験もね、自分と比べるとあまりにも少ないんですね。でもね、自信がめちゃくちゃある。これ大事。いや、本当ね、これ大事ですね。なので、見習います。そう思うだけでね、とってもプラスになる。最終的にね、なんか仕事からなんかね、仕事の話から恋愛？恋愛？まぁ、ちょっと違うんですけど、まあ、発展してね、いや、発展かどうかもちょっと、あれですけどね、いろんな意味で楽しい情報交換会になりました。この日はね、なんかね、メンズオンリーだったっていうせいもあるんですね。なので、そういう話になったのかなっていうふうに思ってます。いつもはね、女性が半数いるんですよ。そう。でね、その帰りに思ったことなんですけど、その、この子たちが実践してること。すべてに気を使う。やることをやる。でも意見ははっきり言う。これができる人ってね、サーフィンの上達にもね、きっと、上達もきっと早いだろうなと思ったんですね。実際、成長スピードの若さがあるから早いじゃないですか。ただね、すべてに気を使う。これができれば、周りに、よく、周りがよく見えるじゃないですか。で、人のこともよく観察しているんで、波を把握っていうのはもとよりね、人のレベルのね、能力、そのレベルの把握っていうのもね、優れていると思うんですよ。この人は波に乗れるのかなって、そういうレベルかなって、ね、この人が上手いから、この人の前に出てないとダメだな、とかね。
とかっていうのを瞬時に、ね、判断できる、そういう能力が備わってるんで、でしかもね、すべてに気を使うから、やっぱり挨拶とかもしっかりできるしね。なのでね、リラックスもできて、乗れる波を逃さない。ってことになると思うんですよね。そしてやることはやる。そう、やると決めた。ね、やると決めたことをやる。なので、トレーニングもね、始めたらね、毎日確実にね、行う。そう、一歩前に必ず進む努力ができて。これやっぱ大事ですよね。これが一番大事かもしれないですね。どうしても、今日は遅くなったから。今日はいつもに疲れているからとかってね、何かしらの理由で言い訳をして行わないってことってあると思うんですよ。でもね、この子たちはないんですよね。まさに継続は力なりっていう形ですよね。それを若いうちにね、身につけているんですから、これすごいことだと思うんですよね。そしてこれも大事なんですが、でも意見ははっきり言う。ね、さらにそれに加えて自信はめちゃくちゃあるっていうんだよね。いや、海で喧嘩しようとするわけじゃないですかね。この二つが掛け合わさると、その精神がね、あるとですよ。迷いっていうのはないですよね。なのでね、次への行動が早い、スムーズってことですね。その一瞬の迷いで滑って飲まれてとかね、波の先が見えなくて走っていかなくて終了なんてね、経験あなたもあると思うんですよね。サーフィンのことですけどね。自分もそんなこと一回二回ぐらいあります。1回や2回ではないな、もっとな、うん、これがね、やっぱない人が波に乗れるのかなと思います。若い人から学ぶってことがやっぱね、苦手な人が多いかと思いますけど、でもね、自分は尊敬できるところあるかないか、この判断でね、人と接していいかなと思います。なのでね、年下だから NG っていうのは自分は一切ないんですね。そうするとね、本当に学びの幅っていうのも広がっていくので、楽しみも広がりますよ。そうすることによってね、やっぱりサーフィンの幅もね、輪も広がるので、なんか楽しさ倍増しますのでね、ぜひやってみてください。それじゃあね、今日はここら辺で終わりたいと思います。いや、ほんとね、天候がね、これから不安定になってくると思うんでね、ほんと十分ね、注意してくださいね。結構雨も激しく降ってくると思いますので、まだね、全然そんな感じは受けないんですけど、これから確実にね、風強くなってくるんで、明日、関東とかだと、明日のお昼ぐらいからはもう結構バシバシ来ると思うんですよね。なので、ほんとね、十分注意して、備えとかね、今日のうちにできれば、なるだけね、しておくのがいいかと思います。階段の人ではいいですね。ある程度ね、週末に向けて。まあ、週末自体はもう、台風が過ぎちゃうので、結構遊べる。週末今年、あれですね、緊急事態宣言もね、明けたんで、週末がね、結構楽しみになるんじゃないかなと思ってますけどね。激込みしちゃったですね。まあほんとそれ3つ、またね、そちらコロナの方もまだ注意した方がいいと思うのでね、気をつけてください。ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。じゃあ明日、海に行かれる方、まあ行かない方がいいと思いますけどね、明日はね、行かれる方は十分注意して、サーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。